グベン・バードンは、アメリカ合衆国の女優、歌手、ダンサー。カリフォルニア州カルバーシティ出身。両親はカナダからアメリカに移住した、イングランド系。ハリウッドとブロードウェイで活躍する、振付師、ジャック・コールの女子として働き、この間、ジェーン・ラッセル、フェルナンド・ラ・マス、ラナ・ターナー、リタ・ヘイワース、ベティ・グレイ・エブル、マリリン・モンローといった有名スターを指導した。 ブロードウェイで女優デビュー、1950年代に、キャンキャン、くたばれ、ヤンキース、ニューガール・イン・タウン、レッドヘッドといったヒット作に主演し人気を得、トニー・賞ョー・ミュージカル主演女優賞を計4回受賞した。他に、シカゴのオリジナルキャストでもある。私生活では、1942年に最初の結婚をし、1947年に離婚した 売り付けし、映画監督のボブ・ホッシーと1960年に再婚、1963年に娘ニコルを設けるが、ホッシーの度重なる浮気により、結婚生活は実質的に破綻して別居するものの、1987年の彼の死まで離婚することはなかった。2000年10月18日、バーモント州ウッドストックにある娘の家に泊まって、就寝中に、 心臓発作で死去75歳。ありがとうございます。